伊藤さとりと映画の仲間たち、今回は相棒2にも出演されています、相棒の米澤守さんこと六角精児さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。いよいよ公開されたわけですが、相棒2私も見させていただいて、もうあんなこともこんなことも的な、そうですね、なかなかこれ今言えないですけども、そういろいろとありましてですね、いやまあ僕も関わってて、今まで10年ドラマ、そして映画1があったり、スピンオフがあったりして、いろいろとやってきた中での、まあ本当に集大成が出来上がってるなっていう感じがしました。相棒という作品を通して、スタッフさん、キャストさん、もちろんゲストの方も含めて、どういうふうに自分がこの作品をシナリオを伝えたい、こういうふうなものにしたいっていうのがすごく伝わってくる感じの、まあ自分でですね、なんですけど、素晴らしい作品になったと思います。いやそうですよね、1の時はアクションテイストも強かったんですが、今回の2っていうのは重厚な人間ドラマ、そうですね、っていう感じでしたよね。やっぱり外にもちろん、1の時は開いてたマラソンがあったりとか、いろんなことがあったりしたんですけども、今回の場合は、警察内部の出来事ということでですね、これが僕なんかが思うには相棒らしい作品になったんじゃないかなと思いますね。やっぱり内へえぐっていくところの中で力強く筆をこう走らせるという感じが映画の中にはあるような気がするんですけど、そうですか。ということは撮影現場も結構重厚感あふれるというか、緊迫した感じだったんですか？長い間やってますから、相棒のこのスタッフで、そこにもちろんそこにすごくスムーズな形でゲストの、俳優さんたちも、お入りになって、ゼロから始まる映画とはまた違う、ある意味力の抜けた気合の入り方というか、そういう感じでありました。淡々とは進んでるんですけど、そこでいいものが撮れてるぞという実感はみんなの中にあったと思うんですよ。でもこれは見た後に喋りたくなる映画なんですよね。そうですね。でもこれは喋らないでね、そうなんですよね、いてくれたら逆に広がるような気がするんですけど、そうですね。ちなみに、もう相棒はドラマで10周年ということになったわけなんですけれども、そんな中でこう映画が2つあって、そしてスピンオフということで、なんといつものオリジナルメンバーの中でお一方、米澤守さんだけが、監視、米澤守の事件簿を映画で公開したのが2009年になるわけなんですけど、去年、そうなんですよ、去年の、春3月でした。思い起こしてみて、あの時の体験はいかがでしたか？もちろん自分舞台ではストーリーを背負った役とかをやってたんですけども、映像としては初めてだったもんですから、そういう、メインの役ですか、やっぱり今まで経験したことのない物理的にも精神的にも、経験があったんですけども、それを乗り越えたというか、やったことでお芝居をすることが楽しくなったということがやっぱりありますよね。なのでやっぱり何事もやっぱり挑戦してみて、そこでやっぱり経験したことが絶対に生きてくるんだなというふうに本当に痛感しましたね。六角さんは舞台もご活躍でいらっしゃって、今回このね、映像の中でも映画で主演っていうのも、それは貴重な体験で、そうですよね、今思えば、今またいろいろなところで、バイプレイヤーとして活躍というかですね、やらせてもらってるんですけども、主役をの張っていろいろなキャンペーン行ったりとかですね、撮影をしたりとかっていう時は、なんかちょっと自分の行ったことのないところに旅に行ってたようなそういったなんかイメージでもありますよね。私は覚えてるんですが、その時の舞台挨拶の中で神奈川の方でご家族の方がいらっしゃっていたのが、そうなんですよね、記憶に残ってるんですね、司会をしながらも。ありがとうございます、あの時は。いかがでしたか、ご家族の反応っていうのも。今まで芝居をやってたりですね、特に舞台で劇団とかやってたんで、そういう時は役者になるなんてとんでもないっていうふうにですね、よく言われたりしてですね、僕がずっとこうやって役者をやってるの反対だったんですよ。で、もう反対されて、かれこれ27、8年もっと経つかな、その中でああやって劇場に家族が来るっていうことは、ある意味認めてくれたと僕は思ってるんですけども、だからそれを認めてもらえたということがとても良かったなっていうか、そこまでやってて良かったなと思いました。となったらあれですね、米澤守の事件簿
映画版パート2なんかがまたあったりするといいですよね。まあそこまでは僕も考えてないですけどね。相棒とはいろいろな登場人物いますから、はい、その登場人物の例えばまた一つの生活とか、そういうものを描いている中でまた米沢が登場するというのはとてもいいんじゃないかなと思いますけどね。ところで六角さんがこう俳優になろうと思ったやはりこうきっかけっていろいろあったと思うんですが、その中でも非常にこう思い入れのある映画ってもしあったら教えていただきたいんですか。映画っていうのは自分がやりたいなっていうふうに思ったり演じたいなと思うものとやっぱり見てて面白いなと思うものってやっぱりちょっと違うことだがあるんですけども、ただ僕はそうですね、オリバーストーンが大好きだったので。そうなんですか。はい、オリバーストーンのやっぱりサルバドルっていう映画を見た時に、はい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 、ジェームス・ウッズですね、あの作品を見た時にああこういう社会派の映画があるんだと思って、とても感銘を受けたことがありまして。まさに男のドラマじゃないですか。そうなんですよ。あの中米のね、あのエルサルバドルのことをやあのいろいろとある記者の目を通して描いているんですけども、あのやっぱり社会派のドラマ映画を見た時に、こういうものにまた参加してみたいなっていう日にもいつか参加してみたいな俺というふうに20代の頃に思った覚えがあります、一番だからまあいろいろな映画好きなのはあるんですけども、まあ、一つ挙げるとなればサルバドルですか、ね、でも重厚感あると言うと相棒2もね重厚感ありますし。そうなんですよ、やっぱりあの社会派といえば社会派じゃないですか。そうですよね。それでちょっとこうサスペンスフル的な部分っていう、はい、ですからそういうですね、作品に今日本で参加させていただいてるのは、僕は幸せだなって思いましたね。そうですか、はい、六角さんがまあお正月を忙しいと思うんですけど、なんか見てみたい映画とか興味があったりするものって何かあったりしますか。そうですね、シブラシかな。ジブラシか、はい、はいはい、ちょうど12月にね、公開になってますよね。18日かな。あれが、僕ずいぶん久しぶりですよ ね、 これね。そうです、ロシアのね、パペットアニメーションが、パペットアニメーションでね、あれが動く姿が何とも僕は可愛らしいなと思って。ジブラシカがお好きだったんですね。好きなんです。僕実は携帯の待ち受けがジブラシカなんです、はい。ちょっと猿なんだかなんだかわからない、耳がこうピュッとついてて、でこれがこうカクカクってちょっと動くあの動画を軽い動画をですね待ち受けに入れてて、なんかキュートな一面をこう知ったような気がしますでだから年末で見てみたいなって映画は、まずはジブラシカです。そうなんですかちょっとなんかいやでも面白いなって思うんですけども、まあ、これからも相棒シリーズでねご活躍していくと思いますけれど、また舞台なども見させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。また何かありましたら、こちらこそ六角誠二さんでした。ありがとうございました。